と多い人も絡ませないとね。レナはヨーグルトを食べさせるって罰ゲームだったっけ。ああ、あとさっきからサトシ君の出番がないのがつまんないです。せっかくですからサトシ君とケイちゃんで交代交代で口にくわえたスプーンでヨーグルトの食べさせっことかしてくれると。鼻血です。お前ら覚えてやがれ。仕方ないよ刑事、負けちゃったし。クソクソ、負ける勝負じゃなかったのに。中盤のあのボンミスが痛かった。あれさえなければ挽回はできたのに。ごめん。いや、サトシだけが悪いわけじゃないよな。あの時その場でミスに気づかなかった俺にも責任はある。言い過ぎたよ、謝る。今日は僕たち負けちゃったけどきっと勝てるよ、僕たちなら。そうだな。今日は潔く負けを認めて次回を頑張るしかないもんな。じゃあ罰ゲームとっとと済ましちゃおう。僕から行くね。スプーンを口でくわえてヨーグルトをすくってケイチに食べさせればいいんだよね。どうしたのケイジ、早く食べてくれなくちゃ顎がくたびれるよ。いやその男同士でこんなことしなくちゃならないなんて、その恥ずかしくて。ケイジ、罰ゲームの罰というのは恥ずかしがらせるところにあるんだと思うんだ。だったらさ、恥ずかしがらずにやってしまえばすっと終わらせられるよ。まあそりゃ下手に恥ずかしがる方が連中を面白がらせるだけだしな。でもいくらなんでもお互いに食べさせっこすれば終わりだよ。ちゃっちゃと片付けておしまいにしちゃおうよ。ふふ、理屈じゃ分かってるんだけどなあ、思い切りってやつが、その恥ずかしくて。僕だって本当は圭一とこんなことするの恥ずかしいよ。お前のってね、僕だってさっきからドキドキが止まらないんだ。だからさ、ちゃっちゃと片付けちゃいたいんだよ。じゃないと僕、サトシ、あれ、僕のヨーグルトじゃ食べられないかな。僕はケイチのヨーグルトなら食べたいよ。うわあ、サトシー。ああ、そして二人は禁じられた愛への第一歩を踏み出すんです。むがー、ニーニーを変な罰ゲームに巻き込まないでくださいでございますわ。むがー、あうあうあうあー。あー、リカちゃん何それ、飛躍に、いいところなのに、サトコはちょっとおうるさいのです。リカちゃんの容赦なさってたまに怖いね。はぁ、いつの間にかケイチ君がいないよ。レナじゃない誰かがお持ち帰った。ずる